じゃあちょっと先にライジングのお二人からお話伺いましょうか。はい、マイクを持っていただいて、はい、あの加納選手はもう牛乳大好きですってね、はい、さっき言ってましたけど大好き、大好き、はい、もう牛乳でここまで大きくなったと。もう牛乳で大きくなったっていう。どれぐらい飲んでました、ちっちゃい頃は。もうやっぱ毎日飲んでて、やっぱご飯の時もやっぱお茶じゃなくて牛乳で。ご飯と牛乳を飲むぐらい、はい、大好きだった。ご飯食べながら牛乳だけど給食はね、大体もうね、牛乳でしたもんね、ちっちゃい頃は ね、 そうですね、うん、でもう人の分まで飲むぐらい。余ったらまあとりあえず取りに行く、取りに行って、はい、取りに行って、はい、まあじゃんけんしてる、はい、で、勝って勝って何本ぐらい飲むんですか。何本、うん、まあ5本ぐらい5本ぐらいすごい量飲んでましたね、はい、だけど本当に加納選手はいつが一番その伸び盛りだったんですか。僕中学校、中学校でどれぐらい伸びました、はい、多分3年間で20センチぐらい、約1回。本当ですか。その時もやっぱり牛乳飲んでましたか。もう飲みまくってました。本当ですか。あ、君塚選手はどうですか。